はい、どうもー、ワンマンエリックです。さあ、今回の動画会は、はい、某中古店に行ってまいりましたよーよーよー。今回の某中古店シリーズですが、もう、この間ね、ヤフオクからなんやらいろいろ探してたら、はい、すごいの見つけちゃいましたよ。今日、それを紹介したいと思います。はい、まずこちら。はい、はい、小田急2600型ですね。はい、開封しまーす。はい、こちらですね。はい、これです。おー、すごい。おー、すごい。まあ、汚れは。なんだこれ。おー。おー、すごい。小田急2600型だー。ついに見つけましたよ。もうオークションとかでね、まあ散々探してたんだけどよ。もう、これ、まあ、あとは、まあ、手入れすれば大丈夫でしょう。ああ、これを使ってさ、小田急デッキ1040っていうプラレールうち改造したんだけどさ、それを使ってさ、なんか、高周輸送とかさ、なんか、配給輸送にこれ、ちょっと、再現したいんですよね。これはね、マジで再現したいんだけどさ、ゲットしちゃったよ。イエーイ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 。これは欲しかったよ。よし。はい。まあ、時間ないので続いていきます。はい、続いても、はい、こちら、じゃじゃーん！はい、207系です。はい、開封します。はい、こちらですね。おー、はい、こんな、おー、シールがもう剥がれてない。はい、行き先用地、普通大阪行きです。はい、見ての通りですね。これは確かなんだろう。何のセットだっけ？あれ、なんだっけ？僕の街の電車セットのやつでしょうかね。おー、すごい。あー、もうなんだ、これ、すげえな。屋根上がなんだ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 。これ、え？何？どうなってんだ、これ。うわ、汚れっていうか、うわ、色落ちっていうか、なんでだろう。なんだ、こんな状態になってんだけど、なんだこれ。うわぁ。すげえな。はい。おー、これはまあ、汚れ部位。すごい。はい、こちらなぜ入手したかというとさ、フル編成とかさ、しようかなと思ってんですよ。ちょうどね、まあ、探してたらもう素晴らしい巡り合いでしたよ。ほんと今回は素晴らしい収穫でしたけど、ただね、今欲しいのは客車なんですけど、まあ、ね、まあそのうちにゲットすると思いますけども、今後ともよろしくお願いいたします。以上、某中古店で入手したプラレールの紹介でした。はい、最後までご視聴ありがとうございました。アリエリ TV は、プラレール隊です。もし普段転載された場合はご報告願います。